はいどうも、マナブ18号です。まあオフシーズンですけども、阪神タイガース、いろいろニュースがありますよ。まずね、悲しいニュースから、2018年、セリーグベスト9、阪神タイガースから、誰も選ばれず、まあ、ひょっとして梅ちゃんが選ばれるんじゃないかと、まあ、ちょっと期待してたんですけども、残念。そして嬉しいニュース、糸原選手が、阪神タイガース、最年少キャプテンに選ばれました。おめでとうございます。いやいやいや、ファン間ではね、福永投手に、女性ファンをめっちゃ意識してるってね、暴露された糸原選手ですけども、この度、最年少、最速でのキャプテンに選ばれました。いや、すごい。いや、これはすごいよ。そして、ファン間の時になりますけども、来季のスローガンが、ぶち破れ俺がやるに決まりました。一応その時の矢野監督のコメント、聞いときましょうか。はいはい、来季のスローガンはこちらになります。いやいやいや、ちょっと良かったです。このざわつきが欲しかったんです。いや、まあ僕もこのフレーズはかなり使い古したので賞味期限もだいぶ切れてると思います。もちろん、ライフのスローガンこれではありません。よかった。ライフの本物のスローガンはこちらになります。お出ました。打ち破れ俺がやる2019とあります。まあチャンスの場面、そういう時でも俺がやってやるって選手に思ってもらいたいですし、ピッチャーもピンチの場面、ここは俺を抑えてやるって思ってもらいたい。もちろん、僕らも、そういう思いで1年間やっていきます。そして、ファンの皆さんにも、俺の応援で、勝たしてやるとか、私の応援でこのピンチに乗り切らしてやるっていう風に一緒に思ってもらえれば嬉しいなと思って、このスローガンにしました。なるほど。選手、コーチ、監督のみならず今日、甲子園球場に詰めかけた皆さんをやる、頑張る2019年シーズンにしたいんだという矢野監督の決意です。皆さんいかがでしょうか。拍手お願いします。いや、いいですね、いいですね。阪神ファンの声援も、戦力の一つとして考えてくれてる矢野監督、いや、めっちゃ嬉しいね。まあ、俺がやるってフレーズはね、2014年に、ソフトバンクホークスが使ってたみたいなんですけども、まあ、矢野監督はそれを知らずね、案を出したんですけども、まあ、それにね、ぶち破れを足して、まあ、矢野監督らしいスローガンになったんとちゃいますかね。まあ、多少のね、かぶりは気にしないね。まあ、代わりにね、ソフトバンクさん、執念という言葉貸してあげますよ。どうぞご自由に使ってください。まあ、ファン感楽しかったね。行かれた方、楽しかったね。まあ、どの球団ももう終わったんかな、ファン感。まあ、僕の甥っ子のハルトも、オリックスバファローズの、ファンフェスタに行ってきまして、ステージに呼ばれまして、けん玉一発勝負をしてきましたので、その時の動画がありますので、見てください。どうぞ。さあ、けん玉これ一発勝負ですから、いけるかな、ね、自信ある。いける。321で挑戦お願いします。よろしいですか。いきますよ。3、2、1。これもうプレッシャーをものともせず、いや、本番に強いこの勝負強さ、まあ、これはね、もう代々受け継がれていってるものですから、まあ、そういう家系ですよ。さすが我が甥っ子よ、ね。おじさんも、バシッと決めましょうか。もう過去にもこういう場面、一発勝負の舞台を、僕は散々乗り切ってきてますので、いきますよ、ね、一発勝負、ね、バシッと決めますよ。いきます。映ってる、映ってるな。いきますよ。おい、おい、こういうことですよ。できると思わんかった。ここ、いや、ここ動画のオチ的にできひん方がよかったんけどな。できるんかい。